というわけで視聴者の皆さんとしては操作練習かと気を抜くことなかれということで、はい、まあ、そういうところに着目してみても、うん、なんかこういうシーンを、はい、何気ないシーンもちょっとは楽しめるかもしれないですね。さあお送りしていきましょう。ウェザーズのトップ12、激の崎で出て VS 染井月光が、密着展開ではやはり技の発生の早い月光がの、そうですね、はい、技を一回引っ掛けてからは、うん、かなり月光が側の展開に畳みかけるような、そうですね、なりそうなところなんですが、はい、まあ、そういったファイターたちを退けて上がってきたのがこのザキデル、そうですね、どでかい地域をここぞの場面で通すのが大得意。まあ、今のねゴルドーの下をくぐってのダッシュ攻撃なんかは、はい、まさに月光がならではのね、はい、タイデジでの差し込みといったところですかね、うん、いい姿勢のダッシュで潜り込んで、さらに高いリターンが期待できるダッシュ攻撃、そうですね、ダッシュ攻撃強いんで、はい、やはり通せる部分ではしっかり通すと、非常にゴルドーに噛み合っているような性能をしています。ゴルドーをね今急下で踏みつけて跳ね返しつつ、はい、飛び上がって動くというね、うん、月光がならではですよね。そうですね、いい着地卓、あれを使うことによってジャンプを消費せずに上にもう一度浮くことができますからね。怖いぞ、上スマッシュをジャンプ読みで振っているが、引いて空前を通しているのは染井選手、手裏剣を一発から回避でめくって上スマッシュ、受け身を取ってる、ありました、ね、もう一回、ね、一生受け身を取る横強で場外に挟んでいくものの、ゴールドを手裏剣で跳ね返して、おっとこれはそうですね、身代わり炸裂、飛び道具に対してこの身代わりっていう手札を持っているのはなかなか、そうですね、はい、特にゴールドのように来るタイミングが分かりきってるんで、ああいう状況ではかなり強力です。そうですね、斜め上からクエネで戻り込むか、そう結構強力なんですよね、この通力空中攻撃、はい、太鼓バラ、太鼓バラですねこりゃあんだけでかい腹で潰されれば、はい、弱で手堅いリターン、いやでも技名してるのさすがっすねでも投げとかは分かんないですね、確かに、ゴルフスイングと判定ゴルフスイングだったから触れない投げとかみたいなその話はいいんですけど、おっと、上手すぎる、大経由、技の名前の話をしてる間に、そうですね、染井月光が華麗なコンボで、ザキデデデを1ストック落としていきました、はい、台から引きずり落としましたからね、このね、かっこいいコンボもね、はい、月光の持ち味の一つですよね、何より見栄えがいい。さあ大きくリードを広げたところで水手裏剣を使ってね、遠距離から、ね、手堅く手堅く手堅く行きたいところですが、はい、怖かったですね、まあ、減ってなかったシールドなんで、そうですね、なんとか耐えてゴールドに対してクエネを刺していく、下スマッシュにはしっかり押し置きだが、大ジャンプ上強を当たって空上から読み合い、まさかの大下着地、空後で追い払っていって、空洞、崖が硬い、そうですね、これはなかなか泣き出では厳しい展開かと思いきや、そうですね、見逃しませんでしたね、横スマッシュを当てて、はい、一本選手は染井月光が、うん、空洞で、対空しているデデデに対して圧をかけて、でもう一回大ジャンプで空後行くぞと見せかけて、急降下をつって横スマッシュによる着地狩りと、ね、崖をつかむか着地するかどちらにしろみたいな感じでしたね、うん、そうか、今確かにソメ、カメ、コメいるのかカメ、カメはもう一つ目がありますけどね、それにこの大会の主催者梅ですいやー、目ってつけたら強いのかな、なるほどじゃあオメナオトと救命にしますか救命ってなんだよ、解明の羊かよ、解明の機運、さあ2本目は終点ですね、ですね、横での差し合いが重視されるこのステージで、なるほど、月光下の手裏剣を真っ向から受けて出すということでしょうか、まあ、代わりにゴルドーとかが第2に邪魔されたりもしないとかっていう部分もありますし、そうですね、あとは何でしょうね、まあ、でも横に横の展開に持っていった方がむしろやりやすいとかっていうのもあるかもしれませんね、うん、あとは先ほど台を利用したコンボで結構痛い目にあったのもあるかもしれません、空上で落としてからダッシュ攻撃で拾っていく、
風前による差し返し、下京の前を完璧に把握している。シュリケンとゴールドを交換だと、はい、さすがにデデデガーが、はい、でかいですね。おいしょ、おいしますが、これは見ている、見てますが、ザキ選手もしっかりと ね外側にフットビズラシすることによって致命傷は避けると、うん、いやレベルの高いやり取り、多段ジャンプを生かして生かして、はい、いつまでも密着展開を作っていた空母を当てる機会を伺ってた、あの操作練習で見えた空母の当て方がここで今行きました。おっと、崖にゴールドを刺りました、ね、設置、これはちょっとエッジガードがやりづらい。でもあれ、次のゴールドもしばらく出せませんからね。一丁一旦水を出していくが、回避上がり通す、これは反撃ダッシュ攻撃、空上を追撃に振っていくが、こうしてジャストシールドから横行、手堅い反撃を取ってリーチを生かしている、歩いて接近して、おお、仕返し空中前、冷静ですね。そうですね、デデデは近づかれると下強攻撃での暴れなどをやっぱり防止したくなるので、はい、それを見てからの前空中攻撃とね、素晴らしい返し方でした。手裏剣、手裏剣ゴールド裏側が当たって下スマッシュを追撃に打っていくがシールド拒否、ダッシュ攻撃から空中後ろで火力を担保していくが、おっと身代わり、今度は引っかかりませんと、ね、しっかりシールドを固めているが音がめも同時にない、はい、斜め上に向かって進んでいくことによってね、はい、反撃を取りづらい位置に持っていったのは染め選手の判断も大したものですよ。本当理解している身代わりの使い方、手裏剣、手裏剣対空空母、空前は回避でかわして、ダッシュに空母が当たりそうだったが姿勢が低くて、まあ、逃れてジャンプに空前ギリギリ耐えてる、全然重いですね。おっと今焦ってね、上ヒーターがすると終わりでしたが、ジャンプに対して空前、崖が硬いぞこの男、大胆にも真横にハイドロポンプで復帰。そうですね、デデデが足が遅いのでやっぱり、はい、ああやって距離を取ってしまえば痛い反撃はないだろうという、はいはい、さらにはセットプレーをそのまま拒否できますからね。そうですね、読み合い、空車で強気に暴れていく、来ましたね今のは強気に。この復帰はどうする、下から返ってくるか、ジェットハンマー、おっとー、なるほど、素晴らしい、そうですね、ジェットハンマーを構えてしまっているので、斜め上から出てくる、 もしかしたらあれなのか、引きつけて離せば真剣白羽取りみたいなことが、そうですね、ジェットハンマーって発射した瞬間からアーマーがあるので、はい、それで耐えれるっていう可能性もあります。何かが間違っていれば染めが撃墜という展開もあり得たということか。ゴールドをハンマー部分が当たって場外出していく、この崖は攻撃、遅らせ遅らせしっかり返していくが、そこをカバーしているのもやはり流れのデレル使い、おっとバウンドさせてタイミングをずらしていく、2回目でしたが何度か、そうですね、ダッシュ攻撃から対空空前通って崖の展開作られる、崖前にもそのばかりが通っている、撃墜だけはもらわないように徹底できていますが、なかなか撃墜技が通らない、染谷選手の撃墜拒否、完璧でしたね、終始押していましたね、はい、常に常に相手の攻撃の間合いの外から様子を伺い伺い、撃墜技だけは絶対に触れないようにと、しっかりとした撃墜拒否で勝っていったのは染谷選手、きちんとねスピードと差し込みからのコンボ火力っていう強い部分を常に押し付けられる状況を作っていたというところで、まあ、ペースがね逃げれていたんじゃないのかと思います。そうですね、